彼らは偉業を成し遂げました。ディビジョン4で素晴らしいシーズンを送った後、よりレベルの高いディビジョンに昇格しています。ここでも成功を続けたいでしょうね。ロッシー、ボールを取りに来ました。ロッシー、これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。なんとか押し出しました。メスト、外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたが、ロング、川島英二、本田、ボールが足につきません。ルーズボールだ。ロッシー、バートン、どうなる。このシュートを弾いた。コーナーからのキックとなります。頭で捉える。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。決めに来た。シュートには選手が詰めています。バートン、メスト、トッティ、バートン、ホイッスルが鳴ってファール、フリーキックとなります。前に出てセーブ。キーパーいい判断を見せました。思い切りの良さが出ましたね。ファブレガス、ボールを失いました。川島英二、本田、出しどころが見つからないか。いいパスだ。スペースを見る、振り抜いた、ゴール決まりました。違うアングルから見てみましょう。ロング、川島英二、本田、
迷いなく前に飛び出してナイスセーブ。ピンチを救いました。そうですね、迷っていたらやられていましたね。ロング、フィールドの中盤でボールを奪いました。ファブレガス、メスト、バートン、今のパスで完全に崩しました。これは来た、バートン、クリア。今のうちにディフェンスラインを立て直したい。バートン、川島英二、ロッシ、ロング、クリアしました。決定的ともいえる場面、素晴らしいクリア。ダン、うまくボールを奪った。入るか、このシュートはさすがに強引か。ダン、ファブレガス、サイドチェンジです。ロング、ボールは枠をそれました。ファブレガス、前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。堀池さん、ゴール取られちゃいましたね。圧倒的と思っていたチームが追いかける展開、これは後半心躍りますね。はい、西岡さん、当然このまま終わらせるつもりはないでしょうから、後半も面白くなりますよ。後半の45分始まります。ファールです。主審の判断はどうでしょう。ボールがこぼれました。トッティ、ナイスシュート、ゴール決まった。いい組み立てでしたね。ファインゴールです。最初のセーブは見事でしたが、相手のこぼれ球への反応が早かったですね。別のアングルからご覧ください。
ロング。ラインを割ってゴールキックです。では別の角度からご覧ください。ファブレガス、バートン、ロッシ、激しくぶつかっています。どうなる？ラインを割ってコーナーです。ロッシー、ダン、メスト、うまくボールを動かしています。決めに来た。まずは1点。これがプレッシャーになってしまっているでしょうか。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ボールは戻されます。ファブレガス、パスがよく走っています。ダン、トッティ、オフサイドの判定でプレーが止まります。スローインです。素晴らしいタックルです。ロング、カシマエイジ、危険なエリアにクロスを入れましたが、ここはディフェンダーが察知していました。本田圭佑、川島英二、選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。そのまま返します。ボールを取ってサイドから中央を見る。さあスローインでの再開です。ロング、どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。ロング、キャッチしました。ロング、川島英二、クロスは許しません。ボールはサイドに出ました。彼に当たりましたね。スタジアム全体が熱気に包まれます。堀池さん、このゲームはもう決まりでしょうかね。決まるか。ゴールが決まった。ディフェンダーなんですけど、ゴール前を思い切りましたね。堀池さん、中盤の選手が空いたところをフォローしていましたよね。
約束事として決まってたんでしょうね。メスト、前方へは苦しいか、タッチを割ってスローイン、ロング、うまくボールを奪った、タックルを受けています。主審はファールを取ります。キーパーです。ここからつないでいきたいですね。ヘディングでパス、ロング上がった、シュートは外れて同点にはなりませんでした。決めてほしかったですね。ここを決めるチームと決められないチームとではチーム力に差が出てくることになりますからね。ガン、試合も終盤に差し掛かりましたが、スコアは依然として大方の予想に反したものとなっています。どうでしょう堀池さん、このまま大物食いがあるでしょうか。はい、意地になってしまって攻撃がちょっと単調になってきてますからね。ありえますよ。審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。試合終了です。堀池さん、ちょっとした波乱となりました。試合だけ見るとどっちが格上なんだかわからない内容でしたよね。よく走ってよく守って相手のストロングポイントを消していました。素晴らしい試合運びだったと思いますよ。決まった！ゴール！